が、うん、浦部さんが一ついただいておりまして、うんうん、名前の定義のところですかね。うんうん、上を読み込みに行くが、基本で、うんうん、横を読み込みに行くことではないんです。さっきのやつを思い出してもらえば、わかると思いますよ。あの、ほら、みかんとかりんごは上に書いてあったでしょ。で、あ青、赤は横に書いてあったでしょ。あれを両方使ったんです。だから、上と横で両方行きました。だから、えー、横を読みに行くんではない。横を読みに行くんではないんですか。 ですかどういうこと言ってんのかな?。そうなんですかね。まあ、上で要するに簡単に言うと、上も横も行けますよってことです。うん、ですよ。だから、大丈夫です。行けます。ありがとうございます。はい。まだまだ質問受け付けております。どうなんか。はいぜひぜひどうぞ。2019年、うん、いろんなこと書いてあるかな。はい。 庄司<え>さ,さんもそうよ,よくねあのよく見ていただいてありがとうございます。よくね、えー、ゴールが明確になるとそうなんだよゴールに至る道は1個じゃないんだよ。 で何がいいじゃないんだでどの道で行くのか、うん、だってさねほら遅刻しそうだからそ急がなきゃって近道で行きたいでしょうん、うん、でもさ今日は天気がいいし時間もあるからと遠回りしていくじゃない、うん、であーなんかあのもう桜が綺麗だなとかさねだから何も一個じゃないんですよ、うん、でいうことねいろんなのに合わせていくだからあのそれに合わせていろんな方法を行きましょうねそういうことね、うん、そうですねありがとうございます、うん、学んだ統括とか紹介していましょう え何をどうしたいのかを明確になるまで考えること、人に伝えられるレベルに言語化することが大事。素晴らしいそういうことです。ね、言葉で、うんはい、簡単に言えるようになるってことね。うん、そうなんだよね。やっぱだ,だ,だちょっと見てください。うん、だいたいあれは僕のところに来て、まパソコン持ってきて、たんちょっと見てくださいって言うとうん何って言うとこれで出して黙っちゃうからねその人。あ言わないんです。うん,うん、<だ>これでみたいうん、ちょちょっと見てください。うん、でこれが。 こうなんですよ。だからみたいな感じです。だからちょっとまだ自分なんか整理ができていなくて、そうそうそう。うん、そういうことそういうこと。だからまあね、自分でこれをこうしたいんだけどみたいなね細かくなってくるとね、いいんじゃないのかな。これはな人、はい、さっきを、うんうん、世の中から卒業をなくすスク